にちは、ベビーチャンネルです。今回はレスレキットカットを買ってきました。ただこのまま食べるわけではなくて、トースターで簡単に焼いて焼きチョコを作ります。今 CM でやっている焼きキットカットの作り方がこちらです。それでは焼きキットカットを作っていきます。レッツクッキー。キットカットをアルミホイルを引いた天板の上に並べます。じゃあ開けます。このように並べました。オーブントースターで焼いてきます。焼き色を見ながら3分焼きました。焼けました。もう冷めたので食べてみます。せーの、いただきます。まずは普通のキットカットから食べます。普通のキットカットは食べたことあります。食べます。うん、おいしい。いつもの美味しい味です。うん、サクサクがいいんだよね、これね。ね、うん。では、焼きキットカットを食べてみます。どうかな。中がこんな風になってます。じゃあ食べてみます。美味しいね、うん、ミルフィーユっぽいです。全然違う味でやる。キットカットこれから2種類の味楽しめるね。私は焼く方が好きです。僕も焼く方が好きです。最後半分こしよう。ありがとう。絶対焼いた方がいいわ。うん、ただ、やけどだけは注意しましょう。焼きキットカットの紹介でした。予想以上に美味しいので、皆さんも食べてびっくりしてみてください。バイバイ、また見てね。美味しいよ。